全景アスカ水落遺跡は奈良県アスカ村にある古代の牢国跡とされる遺跡。国の史跡に指定されている。アスカ盆地の中央部、アスカ川東岸に位置し、東南にはアスカ寺がある。1972年に民家建設のための事前調査の際に遺跡が確認され、1981年以降から本格的な調査が実施された。その結果、 建物の規模や性格が明らかになり、この場所が日本初期に登場する天智天皇10年4月25日上に記された牢国とその付属施設であることが確認された。また、この地は一時的に若い頃の天智天皇が打球の際に中富の鎌足りと出会ったとされるアスカテラ西の月樹の一角であったとする説もある。発掘された遺構は、 廊上建物跡とそれに付随する水利用の施設、四棟以上はあったと推測される掘立柱建物跡、及び掘立柱平跡などからなる。廊上建物は土を盛り上げ転移しをした、基壇上に立つ島四方の正方形平面で、中央部を除いて、合計二十四本の柱を建てる、総柱様建物である。は、壇の地中メートル下に据えられ、 そこに開けられた、計40センチメートルの円形繰り込みに柱をはめ、さらに、各組織間に、石製の地中張りを巡らし、木段土で周りを固めている。一方、建物中央部の木段下1メートルには、加工岩切り石を台石にして1.65メートル、0.85メートルの、黒漆塗りの木箱が置かれていた痕跡があり、木段内には、木戸屋マス。 木戸井から髪型に取り付けられたラッパ状のごく細い銅管などが設置されていた。木段の下には東から建物中央部に向かって木避暗渠があったことが知られ、木箱の西側にも流入した水を流すための別の銅管の設置も確認されている。こうした発掘成果により、木戸井から導入された水をラッパ状の銅管を使って髪型高く吸い上げ、最終的に 黒うるし塗りの木箱に流し込む構造であったと推定されている。ありがとうございます。